はい、本日ですねこちらのダウンジャケットをご紹介していきたいと思います。これ今回ノースフェイス今年で一番僕好きな柄が出たんで購入してきました。でこれがですねキャンプシエラショートっていうダウンジャケットになってまして、実は僕数年前に買ってるんですね。でそれがこれなんですよ。でこっから実は中がちょっと変わったりはしてるんですけども、まあ大きくはそんな変わってませんっていうのも、後でびっくりするやこれ前から出るんですよ言いますけどもね、後でもうすごいそんな前から出てんのみたいな感じで出てるんですけど、まあ、まずは着ていきましょうよ。こちらがですね L サイズで現在着用しております。身長178センチ、体重66ぐらい、有名人でいうところで言ったらサザエさんでいうところの、え意外とあなたそんな身長あったんでおなじみの磯野波平さんと同じ身長です。だから波平さんもこのジャケット着たらこんな感じの雰囲気で着こなしているとは思いますけども、まあ、L サイズが妥当な線かなと思います。実はまあこっちも L サイズで着てるんですよ。まあ、ちょっと一回着てみましょうか。はい、まあ、サイズ感はもう一緒ですね。もう何にも変わってないっていう感じなんで、安心しました。特に変わっておりません。で、ね、これ見た時にね、あのエセノースフェイサーの人が言うんですよ。へえ、なんか今っぽい柄出たなと、なんか2024年っぽい柄出たなって思うかもしれないけど、このジャケットいつから出てるか知ってますかっていう、僕も調べてびっくりしたけども、ヌプシより前なんですよ。で確かに僕もこれ一番最初にノースフェイスから出たダウンジャケットだとは知ってたけども、何年に出たか知らんかった。見たら1970年なんですよ。で1970年って何日本で起きたんかなって言ったら、沖縄返還とかね、あと大阪の万博が開催された年とかって、えらいもう教科書で僕ら習ったでっていうような、僕ら学生時代の時に教科書で習ったような時にこのキャンプシエラショートっていうダウンジャケットが出たんですよ。で僕いつもこの神的なダウンジャケットのことを、どうせセールかかるから待っといてくださいとかって言ってたんですけども、まあ、今回この柄に関してはすごい可愛いなと思ったんで購入してみました。でなんでなんかっていうと、この柄ね一応夜とかでも使えるように考えられてるんですよ。でよーく見ていくと、この、 あのドーム型ノースフェイスのキャンプの時に使うテントのドームの形になってるんですけど、そのドームの形になってるデザインでよく見るとノースフェイスっていうロゴが入ってるんだけど、これが夜になったら光るらしいんですよ。だから、まあ、暗闇の中とかこうキャンプ行ってました。で、あちょっと寒いなと思って、もう真っ暗になってきたなと思って、もうこのノースフェイスは光ってるらしいんですね。まあ、どれぐらい光るかはちょっと分からへんねんけども、これはそういうタイプなんですよ。でもう一個迷彩の方もあるんですね。でその迷彩の方はそういうのが特にないような表記で書いてたので、まあちょっと分からないんですけど、これはとにかくそういうのがあるということで、可愛らしいし、色味的にも僕得意な色味やし、これわりかし結構みんな得意ちゃいますかね。ブルーも入ってるしオレンジも入ってるから、まあ、パーソナルカラー的に言うても冬の人と秋の人はいける色味なんで、まあ春と夏の人は無理ですね。これはなんせ派手ですから、とにかくめちゃくちゃ派手ということになってまして、じゃあこれあったかいんですかと。前回のこのキャンプシェラショートの時っていうのは中綿でしたよね。そうやそうや、言ってた言ってたと。こういうシートのやつ入ってたんやな、だから洗濯もできたよな。そうなんですよ。で今回からどうなったかっていうと、ダウンに戻っております。あの万博の太陽の塔の、まあ、岡本大先生の時ですね。岡本大先生の時はダウンジャケットで販売しました。で途中2017年とか8年とかそれぐらいには中綿に1回なってやけど、今最近またこのダウンに戻ってきましたよっていうのがこのキャンプシェラショートの、まあ、時代の流れなんですよ。でそれによって確かにこうパッて来ただけで思うけども、あったかいのはやっぱりダウンの方があったかいです。だからもしかして今までこの中綿のやつ持ってる時に、うわちょっと中綿がちょっと寒いから嫌やなって言う人なんかは、もうこれ逆にダウンになったから良かったやんっていうことで、まあ、保温力はね少し上がったんじゃないかなと思います。で画像を見てる感じで言ったら、まあ、これはイメージ通りやったんですね。でそれ以外の定番のやつとかがあって、定番のやつとかやったらブルーがね、公式サイトのブルーの置き取りの写真見てたら暗い色なんですよ。これは全然可愛いないなと思うけど、店員さんの色味見たらすごい明るいサックスブルーなんですよ。これは可愛いやんと思って、あれはね次夏の人が似合う色味になってるんで、僕は似合わないんですけども、あのブルーはね冬場とかになったらすごい差し色になるから可愛いなっていうのがあって、店員さんのコーディネート見てもやっぱりみんなブルー着てるんですよ。ブルー人気なんやろうなと思うんやけど、それがねキャンプシェラショートの定価が51,700円っていうのが通常バージョン。でこれはノベルティバージョンっていう、まあ要はノースフェイスいつもノベルティって言ったら柄になるんですけど、ヌプシもあるしバルトロンもノベルティノベルティってあるけど、まあ、そういう迷彩系とか柄になったやつっていうバージョンで、これが2,200円高いんかな。で53,900円っていうことになっています。まあ、表地に関しては、40デニールっていう、まあ、生地感を使ってますと。40デニールってまあどんなもんなんかっていうと、確かバルトロとかとあんま変わらなかったかな。バルトロが30デニールぐらいなんで、まあ、バルトロより少し生地感としては重めになってるんで、まあ、厚いっていう感じなんですけど、まあ、そんなにこうゴツゴツしてる感じはないので、まあ、動きやすいかなと思います。っていうのも多分動きやすさの理由としては、暖かいけど動きやすいっていうのはこの裏地ですよね。裏地が結構薄めに作ってるんですよ。で表記見たら12デニールって書いてあるから、結構薄めにやることによってよりこのダウンが感じれる
れる地肌に当たりやすくなってるので12デニールになってますよということになってました。で、まあ、フードも外してみましょうか。僕おそらくこれ着用するとき、まあ、1回上まで締めてみましょうか。まあ、締めてないのは分からんね、まあ、もしかしてねこれ見てられてる方の中でうわタグ底似合ってるやんとかっこいいやんっていう人もいてるかもしれないですけど、僕ねなんでか分からんけどね柄だけ似合う顔なんですよ。柄はすごい似合うってよく言われるんですけど、こんなん街中で着てたらめっちゃ目立ちますよ。悪いことできません。変なことしようと思ってる人買わない方がいいです。悪いことしようと思ってたらこういうのは着ない方がいいんですけども、まあ、こんな感じ上まで締めたらこんな感じになってるから、でちょっとここ気になるよと風腰から入ってこうへんっていう人なんかはドローコードキュッて締めちゃえばこうキュッてね締まってくるので、まあ、これはこれで使いやすいんじゃないかなと思います。でねこれ届いた時ねうちのスタッフが下で取ってくれて郵便屋さんからもらったんですけど、こんなん出てんねやって言ってなんかえらいねお褒めの言葉をいただきました。まあフード一回ちょっと外しましょうか。フード外してみるとこれはね楽ちんなんかね全部ボタンがねボタンでついてるんですよ。フードがだからこうパパってすぐ取れる。逆に言うとあれですよ、飲み会とか行ってた時にキーついて酔っ払ったりしたらフードなくなってることありますから気をつけてください。フードなくしたらこんな感じ。だからヌプシとかみたいな感じにはならんねんけども、まあすっきり着ようと思ったらこんな感じですっきりも着れますよということになっています。でまあデメリットとかおすすめの人は行こうかなと思うんですけど、特にこのダウンジャケットについて語ることってあんまないんですよ。もうだって柄しかないから。でキャンプシェアショートに関して語ることっていうとそれはもう昔からありますよねとか、もうノースフェイスの大定番でありますよ、これを得てからヌプシが出たり、これを得てからマウンテンダウンが出たり、これを得てからバルトが出たんですよ。だからここを抑えなくてノースフェイスのダウンは語れませんよぐらい言いたいけども、まあ、そこまですごいスペックかって言うとそういうこともないから、まあ、あ最初の方出ててんやと、まあ、その当時はもちろんすごかったんやけども、まあ、今となればやっぱりもっとすごい機能とかもっとすごい、まあ、ゴアテックスとかが出てきてるからもうちょっとそこには太刀打ちできんねんけど、まあ、クラシックはクラシックならではでもいいところもあるじゃないですか。だからそういうところが、このダウンジャケットになっております。で、まあ、デメリットのところは何なんかっていうと、デメリットはですね一応この表地がナイロンなんですけど触った感じめっちゃコットンっぽい感じなんですよね。だからそのドライな感じの質感なんですけども、わりかしどんなコーディネートでも合わせると思うんですよ。こういうちょっと太めのパンツでもいけるし細めのパンツでもいけるし、まあ何かしら何でも全然いけるかなと思うんですけど、個人的にはこの柄はおすすめしない。絶対に目立つから。まずこんなもん街中で歩いてたら 100% 目立つから、だからあんまおすすめはしないんですけども、まあだってその今年はいいんですよ。だけど来年着てたらあこれ去年のモデルやんって絶対なるじゃないですか。まあ知ってる人からすればね、知らない人からしたら派手な着てるわ、なんかドラえもんみたいな着てるわっていうだけの話なんやけども、まあ派手やから僕 YouTuber やからやりますけども、 YouTuber やから絶対買わへんから、まあ、そういうねちょっとまあ派手でもいいよっていう人はいいんかもしれないですけど、まあデメリットとしてどういうところがデメリットかって今ちょっと喋りながら考えてるんですけど、まあ特にないかなっていう。突出したメリットもないんやけど、突出としたデメリットもないんですよね。なので普通のダウンです。例えば取り扱い簡単ですか、いや全然簡単じゃないです。いつも通りのダウンヌプシとことあんま変わりません。でなったら中に入ってるダウンの質に関してもヌプシと一緒です。まあただヌプシよりもこの裏地がその12デニールで滑りやすいプラス、このリップストップの中でもパーテックスっていう、まあもう一個ワンランク上のねこのイタリアのパラシュートの会社が作ってる生地、まあ要は裏地がちょっといいやつ使ってるよというぐらいのことで、僕個人的に一番これいいなと思ったら柄がいいなと思ったぐらいなんで、まあすごいダウンとしてっていうのはまあ二の次かなと、デザインが重視になってくるんかなっていうところが、まあ、これになっております。でねこれを機にね、あキャンプシェラショートでそんなダウンジャケットあんねやって知った方もいらっしゃると思うんですけど、まあおすすめの人としてはどういうのがおすすめかというと、僕毎年言ってるんですけど1月になったらセールになるんですよ。他のこういう単色のやつあるじゃないですか、こういうのってセレクトショップが独自でセールかけるんですよ。大体 10%20%30%、 僕見た中とかで 30% とか全然あるんですよね。って考えたら定価が5万円やけど 30% オフになってくださいよ、3万5000円とかで買えるわけなんですね。って考えたら無理して今ダウンジャケットがない人やったら買うべきやけども、まあ大体このチャンネル見てくれてる人はってダウン難民の人いないじゃないですか。って考えたら、まあ、無理しては買わんでいいけども、どうしてもこの柄が欲しい人は今買うべきやし、別にこの柄じゃないでいいんやったら、まあ、ちょっと待ってセールで買うっていうのもね一つの提案になってくるんじゃないかなと思います。使い方も至ってシンプル、もう普通に外出かけるときに着たらいい。ただ雨とか大雨の時は着れない。それはヌプシとかと同じような感じになってるので、まあごたごた小賢しいこと言ってるんですけど、何が言いたいか、とにかく柄が気に入ったら買え、柄が気に入らんかったら買うな、それだけの話なんですよ。柄じゃないやつが欲しい人はどうすんの、1月に買え、以上ということになってますので、まあ、これがねこの万博から始まる1970年からずっとね販売し続けられてるダウンジャケットの、まあ、魅力であったんじゃないかなと思います。たまにね僕のジムで会う人もね、タクゾー君にあの柄見た時にやられたと思ったわっていう人もいてるんですよ。なんかすごいタクゾー君あれ似合っとったから俺も買おうかなと思って買ってんって言ってくれる人もいてるんですけど、まあ、これももしかしたらそんな感じかもしれないですね。まあ、ここのねロゴがなかったらほんまノースフェイスかどうか分からへんじゃないですか。なんかハイブランド系かなみたいな感じで、なんかそジルサンダーとかにあるんかなみたいな雰囲気やねんけども、まあ、ノースフェイスやってんやみたいな感じなんですけどね。そんなことでもうこれ以上喋ることないか終わりたいなと思います。ということで、本日はですねノベルティのキャンプシェアラショートのダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。